ごめんなさい。反省してる。 ご飯粒ついてるよ、そこ。おととい。え？あ、残念。次はサクの番ね。え？私に話したいこととか、テープに吹き込んできて。そしたらまた返事するから。 今夜の8時です。さっき晩ご飯食べました。コロッケでした。僕はコロッケには醤油派なのですが、秋はソース派ですか、それとも醤油派ですか。 こんなこと聞いてどうすんだよ。秋、なんて言っていいか思いつかず、とにかく今の気持ちを告白します。秋といると楽しいし、秋といるとすぐに時間が経ってしまう。 今更ですが、僕と付き合ってください。笑うなよ。いいよ。 7月14日。というわけで、私、広瀬アキと松本朔太郎君は付き合い始めたわけだけど、まだまだ私のことを知らない君に今日は自己紹介をしてみようと思います。誕生日は 1969年 10月28日生まれのサソリ座。1969年11月3日、サソリ座。好きな色はオリーブの緑、森の緑。好きな色？青。 好きな食べ物、湯豆腐、メープルシロップ、海苔にお醤油つけて食べる白いご飯、餃子、宇治金時、オムライス。好きなもの、調理実習、 夏の麦茶、白のワンピース、美容室の匂い、プールの授業、冬のクワガタムシ、牛乳瓶の蓋、放課後のチャイム。 好きな映画、小さな恋のメロディ、ローマの休日、ベンハー、ドラゴン怒りの鉄拳、ライトスタッフ、明日に向かって撃て。
今日はこれで寝ます。おやすみなさい。25日、大木くんたちと一緒に夢島に行く計画。OK です。夏休み最後のいい思い出になるといいね。